から掘り出していくっていう感じになります。まだ羽化して間もないですね。ほんとだ。うわ、どういう感じの羽化タイプなんですか。え、豚のね、丸焼きを、丸焼きを山頂でやるっていう、あれすごかったな。やばい集団。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがあやまるさんです。はちまる。謝ってないよ。すいません、うん、いや、お前が謝る。八丸さんか。そう、俺は八丸。八が優先なんですか、八丸さん的に。八と丸だったら八だな。八なんですか。そう、八太郎とかでもいいもん、最悪。ええー。うん、八の方を覚えればいいのか。じゃあどっちか。いやいやいや、そう、え、どっちか飛ぶでしょ、そしたら。じゃあすいません、お願いしますね。はい、ミツバチさん。あー、違う違う、俺八丸。ここ羽化した生態を掘り出していこうと思います。はい。まあ、楽しいこといくらでもありますけど、ブリードしてる中で一番楽しいのってなんだってなったら、やっぱもう自分の家でブリードして幼虫になって、卵から幼虫で、さなぎで成虫になって、その成虫を掘り出すっていう、ここがやっぱ言っても集大成ですから。ほんと成人式みたいなことだもんね。卒業式。ああ、まあいいじゃん。で、何かっていう部分なんですけども、こちらです。うわー、はい、出しました。おお、いた。うわー、違う、九州の一部。九州の秩父。一部っつった、言ってない、秩父とは。まあ結構多いですけど、ここにまあさなぎだったり幼虫だったり成虫になってるやつがいるんです。はい、こっから掘り出していくっていう感じになります。なるほどね、抜粋して。はい、早速やってまいりましょうか。はい、これ何か言ってなかったですね。はい、オオクワガタです。オオクワガタ、結構前ですけど、紙動画みたいな感じでテンション爆上がりした2人で、120匹ぐらい幼虫取れたやついたじゃないですか。うん、あった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 、はい、あいつらが成虫になってたりするんですよ。もう早っ、あっという間ですよ。うん、だからもうそれを掘り出していくんですけど、とりあえずここに書いてるんですよ、これひとまとめで。基本的に大奥は3ライン目 85.7 と 55.2 みたいな感じで、でこれはライン1、また別の親同士のやつ、はい、86と 57mm みたいな。じゃあ行きましょう、上から行きます。うん、でも基本メスは羽化してるんで、うん、バンバンやっていきますよ。まあでもね、オスが見たいからね。そうですね、まあオスもなんとか羽化してると思う。我慢できずにね、なんとか掘り出したんですよ、僕実は。我慢できないとかあるの、そんな。そう、やっぱこっちの撮影がね、うわー、あんまできなくて。こいつ大桑のメスです。えー、これが。はい、違うでしょ、これ菌類。菌類、人類みたいに言うんですね。いや、じゃあ元々似てるの、はい、その2つが。これキノコですね、生えてきてますね。で、ここ洋室なんで、さあ、メスも50以上のやつはやっぱ出てきてほしいですけどね。僕、大桑は言ってもがっつりやるの初なんで、うん、宮崎の奥はあるけど、サイズとか気にせずやってたから、はい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 、実際第1弾というか、うん、初っちゃ初みたいなところあるんで。だから禁止もいくつか試したんで、来ました。おー、お、ちゃんと元気に。いいね。まあやっぱ普通の奥よりはでかいですね。あー、確かに49ぐらい。ちょっとお尻出てるか。引っかからない YouTube。 いや違う、そのこれ別に上バネとか下着ってわけでもないし、大丈夫、洋服ってわけじゃない。大丈夫か、江頭さんみたいに NG って貼らなくて。いやいや大丈夫ですよ。なんて言ったってこっちヘラクレスの交尾とかやってるんですか。確かに。いやだから教育ですからね、言っても。うん、はい、まあそっか、ものは言いようだけど、はい、いやいやいや、まあ江頭さんも教育だしな。いや教育ではないですよ。でも確かにな、はい、その道徳的なとこあるけど、はい、かわいいな。いや、いいですね。測っていきましょうか。はい、49ぐらい。ちょっとね、僕は測るのあんま得意じゃないんで。あ、毎回言ってるな。49? あ、めっちゃちっちゃかった。ね、そんなないよ。全然ちっちゃかった。44でした。おぉ。これ1本返しですね、この禁止瓶1本で。はい、44.4 ぐちゃっとなるかもしれないんで、こっちに入れときます。はい、これも羽化してますね、これ、うん、はい、これも 2だ。 2ラインのやつ。2ライン、基本は3ラインだけど、書いてないやつは3ラインで、はい、他は書いてるみたいな感じですね、こうやって。本当だ、2ラインってます。はい、でこれも1本返しですね、だからそんな大きくないの、さっきのやつと一緒ぐらいかもしれない。もっと大きいと思ってたな。次でもね、はい、49いくしね。そうですね、とりあえず
まあ、やっぱ目標は親超えですけども、うん、親がやっぱ50中盤なんで、あ、そっか、ちょっとでかすぎるんですよ、その僕からしたら。まあでも50は超えてほしいですね、どっかで。いけ、あ、これどっかでもうここで超えなきゃもう無理でしょ。いや、まだ幼虫のやつはいるんですけど。あ、そういうことか、はい、46ぐらい変わんないですよ、そんな。はい、46.9。あー、さっきより大きい。さっきよりはちょっと大きい。まあやっぱちょっとね、一時期禁止瓶足りない事件あったんで、うん、その間ちょっと餌交換できなくて、なるほど、その時にやっぱもう餌ないからっていうので、サナギのスイッチ入ったメス結構いたんで、それで1本で結局成虫までなっちゃったやつが結構いるんですよ、うんうんうん、だからね、その2本使ったやつとかは50いっててほしいけどな。そっか、ね、その分使ってるわけだからな、はい。ただね、遅れたからね、言ってもやっぱその盛んな時期にご飯あんまり食べれなかったっていう感じだから。あー、でかいな、それは。人間だったら多分、ね、そうそうそう、それと本当一緒だと思うんで。おお、出てきた。あ、出てきた。あ、でかいでかい。でかいか、俺でも本当マジでわかんないな、ちょっと見。48ぐらいあるんじゃない。 48.3。 すごっ、でかい。わかるんだ、どんどんでかくなってきますね。おお、やっぱ厚みが違うもんな、もうさっきの44とかに比べて、うん、そうか、まあ、意外とクワカブぐらいですもんね、そのサイズとかを測ったりするのって。言われてみたらないもんな、カマキリとかも。だからやっぱ進んでるよね、その分。確かに飼育方法とか、うん、そうそうそう。確かにカナブンとかは測るんですかね。でもクワカブぐらいのイメージですね。だよね、カナブンもあんま聞いたことないな。ちょっと仮ラベルで、うん、48.3。徐々に大きくなってますよ。はい、どうですか。これはまだ幼虫ですね。あ、これも全容ですね。これ 17g なんで50は超えそうかなっていう。おお、順当にいけば。はい、これここでサナギ作ってます。え、ちょっと開けますね。はい、あ、ほんとだ。ちょっとずらします。よいしょ。うわぁ、向いてきた、こっち。うわ、すごい。うわ、これも成虫になってるんで、はい、これは2本かな、2本かな、2本目で、まあ、すぐさなぎになっちゃった感じですけど、1本よりかは大きくなっててほしいですけどね。いきます。はい。おお、あ、まあ、ちょっと最近ですけど。お、でかい。でかっ。これで絶対でかいですよ ね。これわかるわ、俺もさっきよりでかい。50ありそう。あるな。あ、これでかいわ。51ぐらいありそう。ちょ、僕から先入れましょうか、うん、こちら。いやいや、裏裏裏、それ裏。50.9 です。おー、すごい。で、いいね。あ、どんどん大きくなってきてる。めちゃくちゃいいな。 50.9。 50あるとやっぱ違うわ。違いますね。厚みすご、厚みすごいな、マジで。ちょ、くどいててください、ちょっと。僕、禁止瓶、これ、土を解除しとくんで。お茶しようよ。ね、可愛いじゃん、結構全体的に。どこでお茶するか。え、雑木林どっかの行こうよ。ね、いいケツしてるし。ねえねえねえ、そっとしないで、むっとしないで。いいの、触っちゃって。なあ、ちょっと君。ああ、何、ちょっと君。なになに、触ったね。いや、やってないよ。触っただろ。やってない。ちょっと来てもらおうか。いや、やってないって言ってんの。最近ね、美味しい樹液出てる場所知ってんだよ。ああ、そっち、あれ、そっち行くの。あの、工場じゃなかった。うんちゃこんちらでよ。これ一本返しの方ですね。おお、でっかい。あ、でもいい感じじゃない。横の太い感じですね、さっきよりは。でもやっぱ幅広いですね。うん、でも最初の以外は結構見た感じちょっとでかい感じしますね。うん、確かにそんな変わんないんじゃないですか。でも48.3。あ、でかい。でもやっぱ50、親が54とか55とかだから、やっぱそこら辺のも見たいな。それを超えるケースもあるんですか。いや、だからやっぱまず最初のその飼育してる中での第一目標って親越えというか、うん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 、なんで出てくる可能性はあるけども、そこはやっぱもう飼育者の実力というか。なるほどな。48.3。 48.3。 よし、これも2本なんで50いっててほしいですね。大きい方がいいな。オオクワガタって言ってるぐらいだからね。そうですよね。なんでオオクワガタなんだろうな。いや、大きいからでしょ。でも日本で言ったら平田とかの方が野外サイズは大きいんですよ。大きい、でかっ。東京ドーム何個分ですかね。いや、0.0個分。いやいや、もっとちっちゃい、絶対。あー、でももう49か。49.0。うん、惜しかったな。
欲しいですね。まあでもだから今だから言ったら二軍みたいなサイズの人たち、うん、人というか虫、うん、大クワたちが羽化してきてるから一軍が今幼虫、幼室作り始めてたりするんですよ、うん、だからそいつらがねどれぐらいなのかっていうのが楽しみですね。可愛いな、やっぱ。え、口説きます？いや、そういう可愛さじゃない。あ、高嶺の花的な可愛さ。いやいや、そうじゃない。どちらかというと下に見てるから。いやいや人の女性に比べたらね。はいはい。え、橋本さん、そのなんかあるじゃないですか、道端ですれ違った人可愛いとかあるじゃないですか、うん、男の人なら、うんうんうん、そういうのあるんですか、橋本さん。めちゃくちゃあるよ、それ。めちゃくちゃあるんですか。めちゃくちゃある。あ、やばい、今のとか。おい、うん、それってやっぱもう自分のタイプの顔ってことですか。あー、でも確かに目行くのはそっちかもしれないね。あー、どういう感じのがタイプなんですか。帽子かぶってる子がいい。え、じゃあもう野球部とかもうやばいじゃん。違う違う違う、分かるし、女の子の違う帽子分かるでしょ。なんかあのニットみたいなとか。橋本さんやばいって。違う違う、だから野球あんま見ないんですか。え、テレビ中継とかで。違う違う、これちゃうから好きになっちゃうからって言って恐れてるんじゃない。そういうわけじゃない。あー、ニット系の。そうそうそう、ああいうの。あー、はいはいはい、確かに。あとベレー帽とかたまにいるんだって。あれ、あー、はいはい、いますね。かわいいな。あー、あ、帽子フェチなんだ。うん、それはロングヘアかショートとかはあるんですか。いや、ショートの方がいいけどな。おお。でもまあね、ロングって帽子ってあんま、そうですね、ないよね。まあ、まあ、なんかポニーテールとかして、うん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 、とかはあるかも。でもニットは、まあ、セミロングとかになるのかな。僕らのロングと女の子のロングってちょっと違う可能性ありますもんね。うん、うん、いきます。はい。うわ、ちっちゃいんだね、これ。あ、ちょっと分かってきましたね、うん、48ぐらいかな。 48.4 48.4 か。50は結局まだ1頭ですね。まあでも相当いるんで1時間動画なるかもな。え、そんなかかるか。え、マジで。うわあ、そっか、これ全部やんだっけ、はい、あれ、抜粋するって言うのか。抜粋はしますけど、まあ動画外でね、みもりくんが最後やってもいいし。いやいや、やりましょう。やっぱ八幡さんと話す機会もあんまないから。いや、あるでしょ、最近アホみたいにしてる。いや、でもこうやってね、作業しながら、うん、些細な気になること、うん、その道端で可愛いと思う子とかいるんですかとか、うんうん、そういう話できるの僕すごい嬉しいんで。あ、そうなの。八幡さんって動画のなんかカメラ回ってないと、うん、あんまり喋ってくれないんで。そんな印象悪くなるから。まあまあ、語弊あるけど、喋、うん、ってるし、ちゃんとそのすぐ帰ろうとするから。まあまあ、それはあるよ、やっぱ。じゃあ次行きます、はい、これもう元気になってますよ、もう幼室から出てきてるんで。ほんとだ、自分から出るってことはもうもう餌も食い始めると思います、すぐ。サイズだよね、だから、はい、これはちょっとこれがいいですみたいな禁止瓶じゃないやつですね。え、あ、じゃあさっきよりも期待はあんまり、はい、そうですね、やっぱちっちゃいね。存在してないのと一緒。そんなわけないでしょ。そんなことないか。聞いたら今俺が断定したわけじゃないから。ああ、クエスチョンですか。そうそうそう、この世にそんなのないんで。あ、でも46。46。僕好きなユーチューバーがラファエルとかヒカルとか、はい、あ、よく見てますね。好きだから、うん、ね、そういう系の人たちに憧れてるんですけど、うん、やっぱ難しいですね、ああいうのって。キャラじゃないというか。なんかそう、似合う似合わないがあるよね。なんか見てるものって意外と自分から遠いものかもしれない。そう、憧れがあるのかもしれない、ね。俺も VTuber とか見てるから。いやいや、ちょっと遠すぎないですか。なんか慣れない、諦めてる。そう。え、でも実は、うん、なんか人気の VTuber の声優だったりしないですか。違う違う。ガンガン出していくから、そしたら俺は。これもまた、これ、あ、全部禁止に言ってこうかな、名前、一応。これ松野インセクトさんの。松野インセクト、はい、書いてましたね。このボトル系は松野インセクトさんです、はい、これはクルメの大クワとかがいるんですけど、うん、にすごい合った禁止瓶なのかなみたいな。まあ大クワ全般合ってるんですけど、それがなんか俺、うん、今んところ一番良さそうかなっていう、その禁止の餅と、禁止の餅の部分でね、禁止の餅と一個だけ、はい、なんだが強い、めちゃくちゃ。そう、五角形だったら、うん、全部4ぐらいあって、うん、で、禁止の餅だけ10あるみたいな。ああ、もうすごい、はい、5ですよ、基準。あ、でもたまにあるよね、その五角形でそういう、はい、超えてくるやつ、はい、だからそのあの感じ、プロ野球スクロー3の場合だったらちょっとドラ3ぐらいで取ったらめちゃくちゃ成長するタイプ。絶対わかんないって、それは。で、これが、北斗めぐみ菜園さんかな。北斗めぐみ菜園、はい、これも結構いいやつで、のカンタケ菌です。カンタケ、お、でかくない。え、そんなことなかった。でも47ぐらい、あ、もっとある、48.7。 おお、悪くないですね。
お、でかくない？お、でかい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 、やばいやばいやばい、でかそう。52ぐらいありそうじゃない？いや、ビクってした顔が、え、これやばいんじゃない？52 52来た、いや、ありがとうございます、いただきました。いや、いいね、よかったな。どんどん大きくなってきますよ。どんどんね、ちょっとあるけどな、その一回下がった時期。まあまあまあ52でかいな。どんどん近づいてはきましたね、その親に。でも親偉大だな、そう思うと。親は偉大です、結局超えれないんだよね、なかなか超えれないですね。ちなみに今のは北斗めぐみ菜園さんですね。おお。で、これが、あ、出た、これね。これ僕読めなくて、リビン G みたいな、ウェビー、おー、からカンタケに。これ、ここの禁止がね、やっぱすごい人気で売り切れちゃうんで。人気なんだこれ、はい、結局これ2本目もこれっていうのができなかったんですよ、うん、なんでちゃんぽんしたらよくないの？あんま良くないらしいです。その馴染みのある菌、やっぱ多少は菌の成分とかも違うでしょうし、うんうん、あー、そっか、はい、水分量とかね、いきます。はい、お、でかい、全然でかいじゃん、ツヤもめっちゃあるな、でかくない？52ぐらいありそうですけど。あ、51.3、 あー、でも50いってるか、よしか、はい、だからもっと菌糸交換しっかり、うん、その適正の時期に交換してればもっと大きくなってたかもしれない。たくさんのでも虫管理してると、そこって難しいよね。難しいですね、それだけでやってるわけじゃないですね。やっぱ大桑は大桑の期間、うん、平田は平田の期間とかあるんで、一概に言えないっていうのも結構あります。あ、でも今50が立て続けに来てるんで、いい流れじゃないですか。確かに。オスはって言ってる人ちょっと待っててくださいね、いるんで一応。そっか、ずっとメスだもんね、はい、ここ。お、お、あー、おー、でもでかいわ、でかいでかい、けどこれが当たり前になってきましたね。いい流れだな。あ、でも 51.39、 さっきとほぼ一緒かな。全然でかいじゃんな、正直、うん、これでも全然満足できるよね。はい、いや、ほんとすごい人は55とか連発するんでしょうね。でも、これに関しては僕もう血統の力ですかね、多分50を普通に超えるっていうのは、この管理だけでも50超えるっていうのはってことは、そういうことか、血がすごいっていう。で、一旦お待ちしました、はい、オスです。オスで、やっと来たぞ。これね、ちょっと実験じゃないですけど、うん、ちょっと気になって、うん、まあ、血統の86と57のやつのオスなんですけど、うん、この安い禁止瓶、これ300円の禁止瓶、うんうんうん、ドルクスオーナーズショップさんの禁止瓶でやってみたんですよ、1匹だけ、うんうん、で、そしたら結構もう交換する頃にもうすぐさなぎになって、うん、その羽化しちゃったんで、うん、結局一本会社なんですけど、うん、安い禁止瓶、300円の禁止瓶でどれぐらいになったか。ああ、なるほど、予算をあんまりかけず、はい、っていうのを1匹だけやったんで、はい、本当は2本行きたかったんですけど、結構早期羽化になっちゃったんで、うん、まあ、血統はいいからね、ある程度あると思うけど、行きます。はい、うわ、赤っ、まだ羽化して間もないか。あ、でもまあ、あ、まあまあまあ、普通に大きいけどな。あ、でも73.5 ですね。 73.5 か。あ、やっぱまあ1本っていうのもあるし、はい、親より1センチ以上小さい、うん、まあでも全然立派な、大きいですよ、はい、とりあえずやっとオス1匹出てきましたね、はい、そしてまたメスに戻ります。あ、まあでももうこれはもうまったりとね。まあそうだな。いや、でもあのヘラクレスの土交換あったじゃないですか、あの200リットル分1時間動画があったんですけど、うんうんうん、すごい好評で。好評だったんだ。はい、あ、再生数も良かったし、うん、見てくれてる方も結構見てくださってて、その維持時間というか、うんうんうん、ね、ああいうの人によってやっぱあれだよね、見るもんって違うもんね。まあ作業動画みたいな。あ、クワカムやってる人は絶対確かにそっちの方が見るか。いや、多分逆じゃないですか。え、そう、俺雑談多いですよ、だって。ああ、きついか。いや、ちょっとどういう雑談で嬉しいでしょ。いや、嬉しくない。八幡さんは、いや、嬉しくない。俺と話せるんだし。いやいやいや、どんな図に乗ってんの。いやいや、違う、こういうやつやっぱちゃんとね、自分噛み切った動画上げるだけあるやっぱ、一人でも求めてたら上げるんですよまあ、あれはあれでね、今後いじってください。まだ、コメントもちゃんと来てたからな。確かにありがたいですね。あ、でも48、50いってなんぼになってるからな。確かに、やっぱすごいですね、八幡さん喜ばせるためのやつは。いや、それだったらあのシワバネ行きたいわ。ああ、シワバネね、シワバネもね、こっからもうすぐですからね。まだあいつは本当に一生を追い求めたい。確かに楽しみだ。
で、こっから、うん、ちょっと待ってください。オスなんですけど、はい、多分ね、まだここのゾーンは最近交換したばっかなんで。どう？ちょっと待ってね。何？あ、え？ちょっと待ってね。何？お、お、いける？ちょっと待って。あ、もうバカ、バカだ。こんなんバカ。うわ、ほら見て、こんな感じで、でかいでしょ、さなぎ。あ、ほんと、間に入ってる。ちなみにこれ 36g です、うん、結構でかい。ラベルもなんかかっこいいな。ありがとうございます、ね、それめっちゃいいわ、黒の。黒の方が見やすいですよね、青金より、うん、黒金いい。そう、だから僕がサインもらうときと同じ色ですよ。え、もらうとき、あ、そうなの。プロ野球選手とかに、黒金か黒銀なんだよ。ちょっと行こうか、さなぎだったら、はい、人工洋室に移し替えます。わかりました。そっか、開けるまでわかんないな、はい、グラタンみたいで美味しそう。いただく？いやいや、いい、食べれたもんじゃないかな。いやいや、何食レポしたんですか。昆虫食だし、これ昆虫食では、本当のね、うん、昆虫が食べるものっていう昆虫食でしょ。昆虫を食べるじゃなくて成虫になってます。え、出しましょうか。はいはいはい、いきます。はい、あ、出てきた。おお、クワ。あ、待ってるけど、違う、そういう意味で言ってない。あ、でもまあさっきよりかは、でもまあそんな大きくないですね。これ 24g だったんで71。あれ、さっきいくつでしたっけ。73でしたね。あ、まあまあこういう個体も出てくるでしょうけど。でオスは目標、まあ親越えはしたいですけど、うん、今とりあえず我慢できずに掘り出したのが4頭ぐらいいて、うん、そのうち一番大きかったのは 81.何ミリなんで、うん、それより大きいのは見たいですね。じゃあ次行きましょう。さっきの羽化、はい、してるかもしれないんで、これも行きます。サナギだった場合は人工養殖に移し替えると思います。はい、でこれ28なんで、さっきよりかは大きいと思うんで、はい、ちなみにこれは、神長きのこ園さんの禁止瓶です、ね、聞いたことあるわ。神長きのこ園さん名門っぽいです。名門です、本当に人気で、うん、そのなんか一定期間しか販売しないのかな。もうだからもう先に計算しといて、今期はどれぐらい使うみたいな、うん、で買わないといけないのかなって感じの禁止ですかね。そこは禁止だけじゃなくて、もうキノコ全般なのかね。どうなんですか ね。でも禁止瓶だけでしたよ、ってさ。キノコ園っていうからなんかね、どう。あ、いるいる、よかった。え、どう、ここ。あー、顎が一部見えてる。どうでしょう。なんかでもでかそうだぞ。でかそうですね。うん、ウロに入ってるときでかく見えるんですよね。あー、あるあるというか。確かにちょっとシチュエーション似てるね、はい、今。いきます。おお、お、でかい、でかいでかい。あ、ちょっと跳ね出しちゃった。え、嘘。ちょっと、あ、こういう時はカットしたりもしますね。一旦測りましょう。はい。でもまあ80はなさそうだな。78.5。まあでかい。今日の中では一番。確かに。僕の動画意外と最初の方が調子いいこと結構あるから。逆か。はい。久々に。理想ですよね、動画映えする。うん。オスもちょっと80出てきそうだな。ありえるな。ここはこれで終わりか。はい、ちょっと一回仮でティッシュだけ入れとく。ちょっとまあ転倒防止じゃないけど。ああ、それが大事なんですね。はい、これでようやく3段。イエーイ、まだ折り返しか。メスだ、こっからまた行きます。メスだな。これとかも禁止の劣化がすごいです。確かになんかだいぶ違うな、はい、劣化しまくったんで。まあ成虫になってから結構時間も経ってるんですよ、実は。動画にしたくて、ね、はあ、おー、あ、でもそんな大きくないです。あ、ちっちゃい、はい、47。ちっちゃいな。80と50見たいですね、そろそろ。はいはい、というか、そうだねって言ってほしかったな。はい、いいよ、急に谷。あ、成虫すげえ、これ当ててんのはほんとすごいよね、はい、おー、でかい。さっきよりでかいでしょ。50ぐらいあるんじゃない。あー、そっか、オスに立つだから。お、51.1。あー、でかい。あ、でもこれメス57だったやつですわ。あ、じゃあちっちゃい。全然ちっ、バケモンいたじゃないですか。うん、宮崎県産の大桑と一緒ぐらいだったやつ、うん、あー、いてていてた、一緒にサムネで写ってたやつか、はい、そうです、そうです。あれだけ八幡さんにサムネ作ってもらったんですよね。そう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 。どうですかあれ、再生数。あ、でも変えました。変えたの？はい。マジかよ。言ってよ、せめて。すいません、
いやでもあれ良かったですよ。確かにな。で俺三森くんが編集してくれた動画非公開で、確かにそうだよ俺に言わずにね俺が気づいたんですから。ちょっとやっぱ味が違いすぎたから確かにな。いや違う、あれ素材自体も良くないっすってなんですかライトの紹介確かにそうだな。いやでもいろいろありましたね、そう考えたらね。確かにな。ドッキリも飛行ドッキリもそうな、お蔵入りになったりして、お蔵入りがね4本ぐらい動画撮ってたのに、その動画もうオクラにしてますからね。今こそあれサブチャン流していいと思う。確かにな。でもあれ編集大変なぐらいやってんすよ。あ準備あげるかな。しかもちょっと入り組んだ、うん、その禁止瓶の中にゴキブリ入れてるんでリアクションしてくださいって八幡さんに事前に伝えてるのに、うん、中から普通のクワガタが出てきた場合入り組んでる、入り組んでるっていうドッキリだから、ちょっと分かりづらいな、はい、でかそうな音した。おお、巣だった。え、ああ。何だと思ったら男。ちっちゃい。1本で64。ちょっとちっちゃい。ちっちゃいな。まあ、1本返しですね。ちっちゃいのも出てくるのかな。どうなんですかね、すごい人は。ああ、そうだね。最高がすごいだけなのか、アベレージがやっぱ常にすごいのか。やっぱアベレージすごいんでしょうね。次元違そうだもんな。かわいいね。でも、結局かわいいからな。ちっちゃくても。まあそっか、サイズじゃないんだね、そこは。うん、大きいのもテンション上がるけど、ちっちゃいのはちっちゃいのでいい良さありますからね。ヘラクレスとかのちっちゃいやつはやっぱね、可愛いと思う。あれも可愛いな、つぶらな目が際立つというか、うん、その角に目がいかないから、変な話、ね、あれがいい。つぶらな目に目がいくから可愛く、めちゃくちゃ可愛く見える。メス、ちゃんとどうだ。はい、おお、突き刺さりましたね。ああ、これ久しぶり、45ぐらいだよね。あ、でも48だ。へぇ、ちょっとやっぱもう感覚がおかしくなって、まあオスも入ってきたからね。確かに。でも最近なんか気になってることとかないですか、橋本さん。なんでも僕相談乗りますよ。いや、三森君は相談乗るような人ってもないしな。僕相談乗りたい人ですよ。あ、その乗りたい人って実際能力としてはきついいや、頼れよとは言わないです。相談乗りたいって言ってます僕ってどういう人なんですか、橋本さんから見た。ちょっとやっぱり鬱陶しいかも。ちょっとやっぱり なんすか、やっぱりって。やっぱりってことは一回鬱陶しいなって思って、うん、で、あ、そんなことない、ちょっとまあ可愛いとこもあるんだ、うん、そういうやつなんだ、うん、と思った上でまたやっぱ鬱陶しいってなってるじゃないですか二回なってるってことか、はい、だから坂田くんがさ、はい、なんかパンチオブやり始めて、その話とかもこの間してて、はいね、あの撮影の時ね、はい、なんかあの三森くんがコメントでね、はい、カメラマンやりたいっていうの、あれどうなのって聞いたら、はい、やっぱ三森さんはちょっと鬱陶しいんで。なんでだよだからスケジュール合わせようとしないんですか、坂田。素材の味を邪魔してくるというか。いやいや、そんなことない。いや、マジで言って、その場合俺得意だから奥村さんと一緒いるんすから、うん、そうか、消す能力もあるんすよ、僕。あ、そっかまあ、消えない味だからな。まあまあ、だから引き立てることもやろうと思えば頑張れるんすから。いや、今回は引き立てるとかそっちじゃ無理だからな。いきます、はい。おお、大きさ、あれでもなんか大きいかな、うん、50ありそうですね。あ、50.1。 あ、ギリギリやった、はい、よかったよかった。あ、出てきてる、もうこれ餌もうすぐ動き始めますね。おお、あ、そんなか、普通ぐらい48でしょうね。あ、でも、あ、でも 48.4。 ほんとだ、ショックだな、マジでもやっぱりみんなでも、はい、まあ、褒めてたりもするけどな、三森さん。なんかみんなってやめてください俺でいいんです、八丸さんの意見聞きたいんですかでもやっぱ三森くんはスタミナがすごいとかね、そういう感じ。そのさ、何なんですかそれ、あのじゃあ今の話したらやめてよ、びっこで切り取って。大卒1年目のピッチャーの評価じゃんだから毎日動画投稿するとか本当にだから努力家って意味で言ってるの、うん、そさっきの鬱陶しいとの関連付けせるの悪口もそういうけど47。ああ47、そう。いや、なんかな、しっくり、なんか思ってたのと違うな、うん。いや、だからなんかな、その、やっぱ末っ子感出てるねとか。ああ、それはあれです。そういうのでよかったのに、うん、まさかな、一発目ドライシが鬱陶しいだったからでもそれが好きでね、3万人の方が。いやいや、違う違うえ、僕のこと鬱陶しいと思って、まあでも可能性なくはないか、確かに。でもマジで、でもクワガムチャンネルの中では一番鬱陶しいって。確かに、脱線多すぎとかも言われてるのは事実だしな、うん、申し訳ないな。まあ、だからこそね、覚えてもらいやすいのもあるよ。でもテンション上がっちゃうから、虫って、虫というか、クワガタカブトムシで、うん、4段目終わりました。おー、なんか4段目早かったな。早かったですね、まだ全然幼虫ですね。あー、で、こっからオスです。
これまだか、1月に交換したやつだから、うん、まだ大きいオスの幼虫、うん、30g 超えてる幼虫は羽化してないですね、サナギですね。これぐらいかな。あどれぐらいのサイズか期待しちゃうな。ちょっとこれはそんな大きくないと思います。グラムも24ぐらい、24なんで。あ前回の時はそんなに、はい、化けることでもなくはないでしょ。まあなくはないですね。とか体重が意外とその横に全然いかないで縦に行くパターンもあるし、うん、おあすげえ、それはいいな。今んとこそんな大きいのもいないですもんね、オス。おお。え？いいんじゃない？行きますか。はい。え？あでっかくない？色がなんかまだ羽化して間もないですね。細いですね。意外と縦にそれこそ行ってるんじゃない？ 72.3。 あちょっと大きいのはお預けかもな。そっか。いやでももう終盤か、あっという間だな。やっぱ喋りながらやると確かまあ一人で作業するよりは絶対ね、はい、作業効率は悪いかもしれないけど、まあまあ早く感じるよね。そうですね、やっぱ小学校の頃もみんなで帰ってる方があっという間でしたもんね。ああいや俺も家近かったからな。え、そうなんですか。そういたな、羨ましいよな。俺でもほんと結構引っ越してるけど毎回5分以内のとこだったわ。あやっぱ選んでくれてんすかね、うん、そうだね。せめて引っ越し、うん、転勤族だから、うん、子供には辛い思いを。そのせいで太ったんだけどな俺。いやいや、そのせいだけじゃないでしょ。絶対そうだから理由見つけるの得意ですよね、課長さん。これと大客だからね。そんな太ってるように見えないけどな。うん、もっと痩せたいよ俺。でも僕この間八幡さん夢で出てきて、あ、マジで太ったって言って、この体型なんですけど、うん、その体重計乗ったら142キロあってでやばい、八幡さん死んじゃうよってなったんです、うん、いや死ぬ体重かな。でもめっちゃ笑ってて八幡さん、うんうんうん、こうやりながら、まあそうだなみたいな。まあよくやるけどさ笑ってるけど、うん、それが怖かったんですよ。嫌な夢。でも夢って話したら大丈夫だらしい。だから話すか迷ったんですけど。いやいやいや、話よかったよ話して。ガツく顔でやるな。いいその顔、腹立つから。いけそう、2ついけそう。何やその顔。あ、まただ。まだなんかいい。もう顔しか今映してないから。いやこっから行きましょうか。はい、いやもうパンパン。うわ土が、そっか、これ相当あるよな。はい、こう見ると、うわよくやったな。いやありがとうございます。うん、いや本当にすごいスタミナ。いやそうだよ。だけ？いやいや違う違う、技術もあるよもちろん。いやいや技術はないですよ。難しいねこいつ。全部受け入れるタイプじゃない。いやでも八幡さんとこうやって長いこと、うん、こんな長い付き合いになると思ってなかったですよ最初。確かにな。だって出会って多分1年ぐらいは別にそんなだったよな。そうですね。1回だけなんか奥多摩の方で。あーそう、昆虫採集行きましたけど。半袖短パンでしたよね八幡さん。うんうんうん、懐かしい。あの日出会った大学生たちって今何してんでしょうね。確かに。深夜バーベキューみたいなのしようって言って、ね、なんか豚のね丸焼きを山頂でやるっていう。あれすごかったな。やばい集団乗せましたよね。いやミオリも勝手に車乗せるから。いやいや、うん、乗せるでしょあんな言われたら。お、あ赤い、まだ最近ですけど、やっぱ細いな、ちっちゃいな、ちっちゃ。24なんで体重も71。いや大クワですごい人ってやっぱ大クワだけやってるのずっとの方が多いんじゃないですか。あすげえなやっぱ職人ですよ、うん、でもまあ大きいやつ、ここら辺が大きいやつなんですけど、30超えてるやつら、はい、まあ、まだ幼虫なんで、幼虫だったりこうめちゃくちゃ綺麗に見えるでしょ。えすげえ。これ松野インセクトさんの禁止瓶なんですけど、瓶なんですよ。こっちの方が摩耗というか、その摩擦がなくて静電気とか走んなかったり、うん、幼虫がボトルかじるとかが減るから安定するらしいですけど。めちゃくちゃいいじゃん、はい、デメリットとしてはやっぱ重い。あ使い回しがちょっと大変っていう、うんうんうん、楽しみですね、うん、でも最初だから僕が動画外で出した81を見てるから、うん、もっとでかいやつが出てくるって期待してた分ちょっと今へこんでる、まあ、盛り上がってるかな。盛り上がってる、どういうこと。へこんでるかって言われたらへこんでないですっていうことです。あ分かる。いや そんなことないでしょ。80見たいな、うん、見たい。メス結局52ですか、大きかったの。52って何歩とかですよね。あーでもこれもか、いきます。はい、あーかっこいいけどね。まあ7、うん、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいですけどね。あーでもこれも 71.9。 おー綺麗だけどね。
これ 24g ですよ、ちなみに。そうか、それ取るのも大変だもんな。これね、なんかその菌糸交換して、うん、すぐサナギになっちゃったら、うん、いろいろと面倒なんですよね。菌に巻かれる可能性もあるし、溶質が、うん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 、でサナギが羽化できないっていうパターンもあるし、シンプルに菌糸瓶代がもったいないって思っちゃうし、使える部分あるもんね、はい。まあなんか、まあ、再利用の方法はあるんですけどね。え、そうなの？はい、また別で。まだ知らないんだよ。だから僕はそのやりたく、やらないだけでちょっと手間かかるから。そっか、またそしたら買い替えた方が。まあそうですね。で、まあその掘り出しも大変なんで、はい、やっぱある程度食ってくれたら嬉しいですよ、うん。いやでもここまで付き合ってくれてありがとうございます、うん。見てる方も本当に。本当ですよ、それが何より。編集も大変だから、こういう長い動画って、うん、やっぱ30分動画を編集するのと1時間動画を編集するのってシンプルに2倍疲れるどころの話じゃなかったりするんだよね。そうだよね。なんかここまで編集してくれてありがとうだし、見てくださってる方もありがとうですし、で八幡さんもカメラマンとしてフルの時間を付き合ってくれてるのもありがとうですしね。そういう思いも込めた大クワガタがここで出てきます。はい、いいものが出てきてほしい。幼虫でした。幼虫？マジで、はい、え、マジで、はい、幼虫。これから幼室作ろうとしてました。普通に幼室でした。幼室、うわー、ほんとだ。普通に幼虫でした。あ、こいつそこの能力もかすんだが、うっとしい、かなりな。ういうい、うっとい、いやいや、全然いつもの方がうっとしいこんなことするやつに。ちょっとこれはまた動画外で、はい、ちょっと交換します。え、ちょっと待って、なんかいないかなこんな締まりは悪いよ、相当締まり悪すぎるでしょなんか、その僕の動画には似合わず、徐々にこう上がってきてる感じしますね。ちゃんと尻つぼんでいきます。でもその辺はまだ幼虫なわけでしょ。サナギなんですよ、全然。ああ、本当だ。サナギじゃな。まあでも、それもクワカブの部屋らしくていいけどな。なんかその YG 血統っていう、今回、はい、大クワの血統なんですけど、YG 血統の特徴がバッと出てる。オスが出せなかったので、あいなかったです。あ、いなかった。なんでちょっとお詫び、うん、で全容、はい、これが全容です。全容、はい、え、お詫びで、はい、全容からほんと最近サナギになったやつ。ああ、ちょっと確かに白い、うん、あんまりこの時期動かさない方がいいんですけど、はい、透き通った感じの、はい、でそっから結構経って固まったオス。あ、してる、うん、ちょっとオレンジっぽくなってくるんですよ。本当だ、はい、でもうそろそろ浮かしそうなオス。ちょっとわかります？ちょっと赤っぽくなってきてる。ああ、ほんとさっきのやつよりも色が違う、はい、これです。これでおしまいか。はい、その続きはないのか。続きはまた以降の動画で。はい、あー、まあそんな、すいません。いやでもこうやってね、うん、まあこうやってるんですよ。こうやってこうやってるいや、すいません、最後、うん、まあまあ、らしい終わり方でっていうことにしといてもらいましょうです無理やり、ちょっと味出そうとしてるすいません、よくないよ、それは。親によっかめと言われてますので、うん、親も別のこと注意しろよはい、まあでも結果的に、はい、メスが52ミリ、うん、ちょっと超えるぐらい、うんうん、と、オスが78ミリですかね、はい、が、今回羽化したやつっていう感じになるんで、またこの今ここにいるサナギになってるやつも、まあ1ヶ月後ぐらいに多分成虫になるかなと思いますんで、またそれまで、まあ特に大クワ好きな方とかは待っていただけたり、はい、まだ登録されてない方は登録してもらえたり、高評価を押しといてもらえると、次動画にしようっていうモチベーションも上がってきますんで、はい、はい、引き続き、ご贔屓にお願いいたします。お願いします、はい、で橋本さんはどうでした今日。え、まあでもね、本当に結果は最後まあ尻つぼんだけど、はい、でもね、ほんといろんな菌があるの、ほんと初めて知って。ああ、そうですよね、いろんな菌糸瓶ももう、うん、ほんと100通りあるぐらいめっちゃあるんでね。そう、場所によって、ね、やっぱちょっと違うっていうのはびっくりしたし、あ、ね、はい、瓶のあのタイプとかね。そうですよね。そうそうそう、うん、一昔前はもう瓶が主流だったんですよ。へえー、なんかだからそういう意味では勉強にはなった。ああ、ありがとうございます、うん、僕、鬱陶しかったですか。え、そこは、めっちゃ気にしてる。鬱陶しい、こいつ。かわいいあんま言わないよ。こういうとこですよね。うん、はい、そう、すいませんまあまあまあ、はい、だからまあ、また八幡さんとこうやって長い動画、うん、はい、もう撮れたらと思いますし、そう、まあ皆さんが
ここまで見てくださって本当にありがとうございますという感じで、はい、八幡さんの動画も概要欄にありますので、チャンネルの方もぜひ覗いてみてください。お願いします。でもう八幡さんと僕でほぼ共同でやってるぐらい八幡さんの頻度が多い、あの三森の覗き穴っていうサブチャンもありますんで最近確かに多いけど、はい、そちらの方も、はい、すごいサクッとした動画から、はい、非常に長い動画までたくさんありますんで、すごいね、あれも、はい、昆虫女子が遊びに来たって言って平岡映すの絶対見た方がいいですからね、もったいないから、そういい感じのがなくて、いやいや、ちょっと探します、ね、またはい、はい、そんな感じで、はい、今回も長々とご視聴いただき本当にありがとうございました。ということでまた明日もよろしくお願いします。以上、クワカブの部屋でした。ご視聴ありがとうございました。